極東丸は、日本の商船の名前の一つ。一のうち、かつて、飯野商事が所有し、運航したタンカー。太平洋戦争で一度喪失した後引き上げられ、日本輸送船所属の、カリホルにアマルと改名して再生した。本港で記述する。一のうち、飯野海運が1948年に建造した2024トンの貨物船。 1932年10月、折からの海運不況の最中、老朽船を解体してその代わりに優秀船を建造することを奨励する第一次船舶改善助成施設が実施された。飯野商事はこの制度を活用して川崎造船所に飯野の新鋭タンカーの第一船である東亜丸を発注した。 この東亜丸を建造中の1933年5月25日、元日本海軍特務官、野間の後ろ身である日本岸がカリフォルニア州沖で座礁を沈没してしまった。飯の商事では日本岸の大船として東亜丸と同型のタンカーを川崎造船所に発注した。これが極東丸である。建造代金は260万円であり、 そのうちの50万円は日本岸にかかっていた損害保険金であった。1934年12月15日に竣工後は、東亜マルと共にアメリカ西海岸への航路に就航。民間用の8航海のほか、日本海軍向けの航海を27航海に行った。しかし、商業航海を行った期間はおおよそ3年半と短いものだった。 1938年7月1日付で、日本海軍に徴用され、7月7日付で、特設運送船として入籍し、佐世保鎮守布石となる。偽装工事を終えた後、魔法に進出して、補給任務に当たった。2年後の1940年7月1日付で、特設運送艦に類別を変更される。同年期から翌1941年にかけて、 日本海軍では、対外情勢悪化と見るや、特設給油艦を動員して、最後の石油輸送を行い、極東丸もこれに参加した。その後、第一航空艦隊に編入され、第二航空船隊に付属された。幾度となく、繰り返された、洋上給油訓練の後、真珠湾攻撃に参加。極東丸の船長が参加タンカー各船長の中で、最先人だったので、 補給部隊の機関格として、補給部隊すべて及び、第一補給部隊の指揮を取った。第二航空戦隊は、真珠湾攻撃の基礎に、ウェイク島の戦いに参加し、極東丸もこれに随伴する。一連の作戦を終えた後、12月26日に、クレに帰島した。1942年1月15日、極東丸は、 日本海軍内部での宮崎東丸と解明される。また、E の内部では大発襲丸とも呼称された。内輪のみとはいえ鮮明を改めた理由に関しては、定かではないが、極東という言葉が太平洋戦争海戦と同時に抹殺されたということが背景にあるとも考えられ、例えば海戦直後に刊行された写真手法の 字の縦札には次のような一節がある。極東そんな言葉はもうアジアにはない。写真集法第201号朝日東丸と、解明後も、引き続き、第1航空艦隊への補給に従事。正論沖海戦及び、ミッドウェー海戦でも、補給部隊を率いて参加。1943年以降は、南方占領地域からの石油乾燥にあたる。 昭和18年8月28日、朝日東丸は特設運送船南海丸と臨時船団を編成して湘南を出港。途中帰港した魔港で陸軍輸送船秋丸と駆逐艦潮風を船団に加え9月7日に六連沖に到着した。10月12日に六連沖を出港した日13、船団にも南海丸などとともに加わり、 三夜を経由して、パラワン島東方を迂回しつつ、10月30日に湘南に到着。12月に入ると、トラック諸島への重油輸送に当たる。12月2日、朝日東丸は2隻の特設運送船、日英丸と昭川丸とともに湘南を出港し、12月15日に、 トラックに到着。12月25日付で、連合艦隊付属となり、トラックでの補給を終えて、日英丸ともに、スラバヤへと向かう。1944年1月6日に、スラバヤに、到着の後、1月16日には再度、日英丸特700に船団を構成して、バリクパパンを出港し、トラックへの重油輸送を行う。 日へ丸、国を丸と共に、バリクパパンに下がった後、特設運送船に小丸を加えて、パラオ一機の船団を編成し、2月21日に、駆逐艦島風の護衛のもと、バリクパパンを出航する。だが、2月25日未明に、北緯05度50分統計126度00分、北緯5.833度統計126.000度。 5.833126.000の、みんななお父さんアウグスティン・ミサキの南南西55キロ地点に差し掛かったところで、アメリカの潜水艦砲の魚雷攻撃を受けた。砲は3度にわたって攻撃を行い、日照丸は沈没した。朝日東丸も損傷して、湘南に下がり、6月18日まで修理が行われた。7月2日。 試運転を終えた朝日東丸は、軽巡洋艦、北上及び、駆逐艦、藤波、玉派の護衛を受けて、マニラに向かう。7月7日未明、護衛の玉派が、大戦争当中に、アメリカの潜水艦民後の雷撃により沈没したが、朝日東丸は、無事だった。その日の夕刻に、マニラに入港し、藤波、 響き夕ユナギの三駆逐艦に重油を補給する。7月10日、特務観測級と戦団を組んで藤波、響き夕ユナギの護衛により、マニラを出港し、サンベルナルジの海峡を呼び、北海峡経由で7月17日に、クレに帰島した。この時点での軍隊区分は、第一機動艦隊付属であったが、8月1日付で、連合艦隊付属に戻った。 即急、朝日東丸、夕凪と特設運送船あずさ丸で、即急船団を編成し、近く文字を出航する、日七十一船団に加入して南下するよう命じられた。8月10日、非七十一船団は、今里湾を出航、マコを経由して南方に向かった。ところが、日七十一船団は、 ルソン島沿岸を航行中の8月19日深夜から8月20日未明にかけてアメリカの潜水艦ラッシャーブルーフィッシュ及びスペードフィッシュからなるウルフパックの猛攻により即急や空母オタカなどが沈没またはひかみなりするなど多大な損害を出したが朝日東丸は一連の猛攻をもかわした8月21日にマニラに入港後 8月25日に出港して、航海を再開し、9月1日に湘南に到着した。その9月1日、寛陽重油をマニラに輸送するよう命じられ、特務監視に特設運送船橋が丸ると船団を構成し、駆逐観察機特選艇2隻の護衛を得て、マニラに向かうこととなった。船団は潜水艦と空襲を警戒して、 休み休みに北上し、9月20日にマニラに到着した。9月21日朝、朝日東丸はマニラ港の指定病地に停泊していた。9時頃、アメリカ第38任務部隊の関西機がマニラを空襲。朝日東丸は直ちに抜病して脱出を図り、直撃弾や魚雷命中はなかったものの多数の資金弾により浸水して、 船体の傾斜は約25度から30度となり、13時までには船体中央部付近までが水没した。朝日東丸は、その後、応急修理と不要作業に着手したものの、10月18日と19日、11月13日、14日及び19日に、さらなる空襲を受け、ついに放棄された。1945年3月10日付で除籍及び、 開洋となった。特務官庁等、坂井清志新大佐、1938年7月7日から1939年5月20日、水野樹日大佐、1939年5月20日から1939年10月1日、草川厚大佐、1939年10月10日から1940年7月1日、草川厚大佐、 1940年7月1日から1940年12月20日、関育也大佐。1940年12月20日から1941年11月1日。大藤正奈大佐。1941年11月1日から1942年8月1日、辻栄作大佐。 1942年8月1日から1943年10月20日、稲垣義秋大佐。1943年10月20日から1944年7月25日、清川張始松大佐。1944年7月25日から、水没した、朝日、東丸の船体は戦後、フィリピン政府の所有に返した。1950年に、 朝鮮戦争が勃発し、船は不足して、海運運賃は高騰。船会社はこの抗議に利益を得ようと、様々な策を練ったが、日本輸送船では新たに船舶を建造するのではなく、パナマ企業が1ドルで買い取った、朝日、東丸の船体に目をつけた。翌1951年、マニラの商社マドリカル商会がサルベージし、 太陽漁業に売却された船体を購入して、日本に栄光の上、12月4日から、日立造船桜島工場で修理に入った。この際、船体の一部を輪切りにして、新しい船体を継ぎ足し、この結果、従来と比べて700トンから800トンもの石油が、余計に積み込めるようになった。修理は1952年9月5日に終わり、 カリホルニ・アマルと命名された。日立造船ではこの工事が評価され、1953年には同様の船体改装工事が3件も舞い込んだ。カリホルニ・アマルは主にペルシア湾航路に就航し、時にはベネツィアなどヨーロッパ方面にまで足を伸ばしたこともあった。カリホルニ・アマルの初期の商業航海は日本輸送船に少なからぬ利益をもたらした。 1960年には手記を完走。カリホルニアマルは、1963年の海運集約で、同年10月31日に、日本輸送船が、日産機船と合併して、昭和海運となった後もしばらく就航していたが、1964年7月9日に、日の出機船の、ナチマル新造見返りとして、松子海事に売却後間もなく、 7月21日に除籍され解体された。ありがとうございます。